おはようございます。フェイ登山隊でございます。新千歳空港にやってまいりました。というのも今回は東京へ飛びまして、向かうは日本一登る人が多いという高尾山。ここへね、いろんなちょっと用事も絡めながら行こうと思いますよ。それでは出発いたします。青森空港行き2805便ご利用のお客様、ご乗車ご利用のお客様、大変恐れ入りますが17番搭乗口付近にてお待ち。おはようございます。息子の住む日野市というところの朝でございます。ちょうどこの日野自動車が見えるでしょ。で、今日なんですけども、息子とその彼女二人とも登山初心者なんですが、連れてどんなになるかね、行きますよ。想像以上の人だよね。それでは高尾山に向かってアタック。こちら稲荷山コースを通っていて、で1号路を降りて帰ってくると、そういった予定で考えております。さあ、この人たち最後まで歩けるでしょうか。最初に稲荷山、そして高尾山で、その後に何だっけな、神変山とかって言ったかな。いや、見た目的には意外と。なかなか急だね。あともうちょい、あの先まだ一番最初の山だから、ここ早いよ。
もう見えとる見えとる。見えとる？2メートルじゃないよ。見えてる見えてる。見えてる？本当に？もう見えてるよ。もう二人とも愚痴っぽくなってきたよ。標識どっちかな。こっちじゃねえな。一座目稲荷山ゴール。もうすでにグロッキーだね。ここ一帯は綺麗な木道。もうちょっとで分岐やってくるね。いやもう快適なハイキング。6号路この時期一方通行になってるんで、こちらしか行けない。ピーク前最後の分岐。最後はこのケツだね。あの有名な看板出てきたよ。高尾山ゴール。無事到着だね。この先1号路、次は薬王院というところに続くようです。なんかそれらしい入り口がもう。わかった。でこ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 じゃん。読めないの？薬師信仰の後の何？飯縄信仰？俺もわからないね。読めない読めない。色合いがね。おいや、これが薬王院の、さっき読めなかった漢字、これ書いてあるよ。薬王院伊豆那権現堂。伊豆那なんだね。懺悔懺悔六根清浄。目老眼がひでえからな最近。懺悔懺悔六根清浄。目心も悪いからな。懺悔懺悔六根清浄。読み方合ってんだよね、六根清浄ってね。み懺悔懺悔六根清浄で下懺悔懺悔六根清浄全部今年変わってるもんね。他人の気がしないね。元気になったね、この人も。
神様がこの山にはいるんだね。こちらも大天狗。さあ、人混みを離れて最後のピーク、神弁山。なぜか超回復した男が登っていってますよ。あなた最後までちゃん体力残してくださいよ。どの地震が来てるのかよくわかんないけども。林野町の殉職慰霊碑ね、そういうことなんだ。標識あるのかな。あれは違うもんね。山頂標識なさそうだけども、神弁山ゴール。最後の頑張りどころ、この急坂を一気に降りていく。すっげえ雲さ。最後の見どころは岩滝というところがあるみたいで、もうすでに音が聞こえてきてるんですけども、どんなもんでしょうね。こう足場は悪いよ。高尾山修験道。さあ、あとは帰るだけ。参りましょう。この辺は人が実に少ない。気楽でいいよ、こっちの方が。気がついたら6号路に入ったんで、知らんかった。まあまあまあ、これで安全な道で復帰。とろろそば。はい、今回は初めての東京の山を登ったわけですけども、最初のこの稲荷山コースなんですが、こんな言葉があるのかどうかわかんないけども、観光登山といった感じの、まあ1号路みたいにね、舗装されてるようなわけではないんですけども、歩きやすくなってるなという印象。ただね、この6号路はね、雰囲気が違った、ワイルドでしたよ。それではまた、どっかねまで、いよー。